株価はなんと3分の1に利益は横ばい利益面でも成長するとしたらこんばんばはふくりででえるです今回のテーマは「なぜ日本ペイント株価暴落?」最後の追伸まで聞いていただけましたらとっても嬉しいですまず日本ペイントはどのような会社なのでしょうかその名の通り塗料の会社です規模的には世界4位の塗料会社です 塗料市場は建築用が最大の使い道で、中国が最大の市場となっています。経済が伸びると需要も拡大。次に株価を確認したいと思います。一昨年し2020年に2倍に急騰しました。当時株式市場での予測は、中国を中心に経済が回復する。すると塗料の需要が増える。では日本ペイントは買いとなったようです。それで実際の20年度の決算はどうだったかというと、 中国での伸びよりも日本での減益が大きく合併買収を除く既存事業は減益決算となってしまいました結果2021年以降の下落で株価はなんと3分の1に要するに期待過剰で買われ失望で売られて暴落したといえそうですちなみに現在の株価は959円コロナ時の株価と現在の株価がほぼ同じです なので日本ペイントの今後の株価は植える個人的には横ばいと予想しますあなた様はどう思いますかコメント欄にあなた様の考えを A 下がるまたは B 上がるもしくは C 横ばい教えてくださいまた高評価を押していただけましたらとっても嬉しいですあと今年中のチャンネル登録者10万人を目指しています応援のチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします いつも本当にありがとうございます。追伸です。日本ペイントの成長戦略は積極的な合併・買収です。なので、売り上げは右肩上がり傾向です。ただ、利益は横ばいなんです。もし日本ペイントが利益面でも成長するとしたら、原材料費高騰への対策を打てた後ということになりそうです。以上です。幸運を。